どうも皆さんこんばんは、狼のチャンネルへようこそ。本日はオキシゲンノットインクルデッド宇宙ロケット開発を目指してやっていきたいと思います。ちょこちょこ説明したいことがあったけど、とりあえずちょっとなんか3つぐらいあって大変なことになってるからまずいな。ちょっと館内チェックをして、それが、これ何？これ。あ、これ水か。水ならまあ大丈夫だね。ちょっと館内チェックをしてから。これで大丈夫かな？とりあえず怪しいところは？減ってる？これでちょっと早送りして、一応右下の温度を直すのを確認して、はい、素晴らしい。はい、それで何を説明したかったかっていうと、まあ割と大発作起きて、前回確かね2130ぐらいだったかな、確か。なので90から100ぐらい進みました。それで大きく変わったところは、特に人数、まあ人数増やしたかったのもあるけど、そんなになくて、まあこの辺の数を、まああんまり役に立ってないから、結構4匹ぐらいになったら結構削るようにしてるけど、削ってない。 83%、27%、36歳、ちょっとなんとなくバランスを見て、卵がまあ1個あるし、そんなに生まれても困るから、これいらないね。説明の途中だけどちょっとやっていこう。卵がないラインはちょっと怖いな。なんかせっかく育てたのにゼロにしちゃうのは悲しいから、絶対ただの足手まといになってるんだけど、とりあえずできるだけ生きれる限りは生かしといてあげたい。それで ここだ。一つ変わったところはこれかな。あれ、これ前回やったかな。まあ宇宙に行くのにプラスチックがどうしても必要だと思うってことで、プラスチックの通り道を作りたいから、このプラスチックをここ溜まってたから、まあどれぐらい取れるかわかんないけどってことで、とりあえず試しにこの3台から引いて、今ちょっとずつプラスチックが増えてきた感じかな。それぐらいかなと。この水なー、この辺から、水蒸気がね、これが蒸発してんのかな。これ何出すんだっけ。ここで漏れる水があるからか。なるほどね。で、今日はまあ宇宙に行こうかまだ悩みながら、まったりと進めていく感じかなと思います。で、あと、まあ例のごとく、結構前のいただいたコメントだけど、やっぱ液体クーラー、これ通せば通すほど、まあだから1個じゃ意味なくて、まあ3つ4つつながないと意味がないってことで、まあここで2つやったけど、まあ電気があればね、本当はもっとね作りたいけど、でもこの熱どうしようっていう、これ自体が熱を発するからどうしようっていう気はあるけど、はい、あと、なんだっけな、あれだ、この、そうそうそう、うろ覚えだな、今必死に思い出してる。
そうそうそう、あれだよ、あれ、なんか、あ、そうそう、割と、まあ、シミュレーション系は割と初見で、まあ、だいぶ前にも言ったことあるけど、割と初見で、まあ、動画とか攻略は見ないで基本的にやって、まあ、コメントいただいたのは読んで反映できそうなやつは反映させていくけど、まあ、ぶっちゃけた大まかながっつり攻略とかは、なんか指示集的なものはちょっと避けてほしいなみたいな感じで、まあ、でも最初から始めてて、なんかみんなそれをさせてくれててやってくれてるみたいで、そうそうそう、何が言いたいかっていうと、このそうそう書いてあることをね読んでね頑張んないとって言われたけど、書いてあることが分かんないけど、でもねこの説明は分かった。やっぱりねこのね1台が、まあ結構前に気づいたんだけど、これやっぱし大体ここの数字が合わせて900とか1000だから、これが1秒で500だから、これ2台、1台につき、この電解装置1台につきこの2台って発想は当たってるってことが分かった。そう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 、まあね基本的にそんな感じでやってるけど、なんだっけ、そうでもね遊園地のゲームとか今やってないんだけど、指示中とか欲しい時もあるんだけど、そういうね指示中来ないかなって結構動画で言ってるけど、ね、そういう時に限ってねあんまりねクロードがね見てないっていうね悲しい状況。あれはね本当にねちょっとね無理な部分があった、ところどころ設計図、あー来ないか。まあでも豆腐嬉しいね。ということで、あらかた伝えたいことは喋ったので、今日も進めていきたいと思います。まあでも多分ね攻略書いて、多分ねこれね水槽のこのね2台の1台のこの発想も多分ね序盤の頃にね、始めた頃にねなんかねそれっぽいことね優しく書いてくれたんだけど、くれたことあるような気がするんだよね。でも多分ね本当にね始めたてはね多分ねそれを読んでもね理解ができなかったまあ理解力の問題だけどね、幼稚園児並みぐらいでこう噛み砕いてくれないと。最近ねやっとねちょっとね、あこのこと言ってたんだ、前も言ってたけど、そのこのこと言ってたんだっていう話がねだんだんやってみて、話が教えてくれてたんだなってことがねよくわかることがある。それでね、いやどうするかな、宇宙に行くかどうかを迷ってるところ。まあプラスチックを、多分行けないことはないけど、あのソーラーパネル作る部屋多分無理じゃないと思うけど、人手がいないと何かあった時にちょっと怖いなっていうのはあるよね。とりあえずガラスの数もまあ増えてきた。145マス作れるから、14の10だから、14の10ってどれぐらい ?1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,2,3,4,5,6,8,9 これぐらいか。でもソーラーパネル大きいから2個分ぐらいの部屋しか作れないのか、これでも。まああとは鋼鉄だよね、石灰待ちっていうのもあるし、電気はあるし、そうこれなんで多分これだけ増えたかっていうとこれコメントもらって、ああと思ったんだけど、前言ったの気づいたのかな、もう忘れてるわけかな。もう氷ここでひたすら溶かしてるから、それは全部水蒸気になっていくよねということで、水蒸気増えてたのも氷地獄だったせいもある。結局ね
諦めたけど、まあ、使えないことはなさそうだけど、なんかわざわざ苦労して使うメリットは少ない気がする。だってソーラーただだよ。まあそんなに発電力ないけど、確か400ぐらいだよね。380か。まあまあでもただの方がいいよね。これ何？水か。食料もまあ悪くないし、肉も落ちてない。あとはここの間引き加減かな。この子たちの結構迷ってるんだよね。この子たちを増やしていくか、もしくはなるほどね。まあでも土はね、逆に増えてきた人で、まあ、切り返しが多分うまくいってるんだと思う。肥料もまだあるし、まあリンが確かでもメモっとけばよかったんだよな。300サイクルぐらい前は220ぐらいあった気がするけど、でもまあまだまだ150ぐらい切ったらやむを得なくここに手をつけようかなとは思ってるけど、ここね部屋広げてこの子たちを増やすって手もあるよね。まあそれぐらいかな、多分大きく変えたいところはね。とりあえず金も感じなところで大発作終わった後ですが、本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオスアミゴス。またね。